どうも皆さんこんにちは、アクセンです。今日は振り返り2本目だな、2年前になります。コールオブデューティーワールドウォー2、ここが結構、ここの場所が懐かしい人結構多いんじゃないですかね。発売されたのはもう2年以上前だね。2017年の11月3日になります。このゲームは唯一、何だったかな、なんて言うんだっけ、ここ HQ 司令部みたいなところがあって、他のプレイヤーの前でこうやってじゃれたりとか、こいつ死神の鎌持っとるんやけどここでね、射撃練習が行えたり、まあ、人の前で、なんだこの人もうおもろいんやけどこのスイカ打つやつ懐かしくないうわー、この銃なんだっけ、もう何の銃かもわかんねえな。いろんなことができました。で、プレステージもちろんあるんですけど、プレステージもね、ここで話しかけて、こいつやねえな、ここら辺にこいつ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 に話しかけて、プレステージみんなの前でできたりとか、 1v1 をね、上から見る、今だったらウォーゾーンのケージマッチとかに近いのかな、捕まった後のが上から見れたりと、いろんなことができました。ここで練習を重ねたりとかやったなあ。とデイリーとかウィークリーの指令もこのハワード少佐から、覚えてますか皆さん、挑戦こうやって受けたりとかできました。あ、サプライドロップ開けてる人いるね。サプライドロップ持ってるわ俺、ちょっと開けてみよっか、レアドロップ持ってるから。もう知らないものとかも追加されてそうだけど、あったなこの氷のやつ、エピックダッス、今だった、エピックありましたね。まあもうここはもうどうでもいいんで、試合の方行きますか。でこのゲームなんですけど、チームデスマッチでいいかな。今出てるのが、まあ、コールドビューティーモダンウォーフェアだと思うんですけど、リブート作品の、アップデートでどんどん良くなっていったゲームだと思うんですよね。コールオブデューティーモダンウォーフェア、一番最初に比べたら本当にいろんなものが追加されたりとか、バランスの調整が割とうまいこと言ってたりとかしてると思うんですが、ワールドウォー2ってすごい逆でこのゲームね、アップデートすればするほどちょっとあんまり良くない方向に進んでいったっていうゲームだと私は思います。盾を追加したのがね、もう全ての終わりですね。こっから先一生盾と戦わなきゃいけねえのかと思いましたね、あのアップデートが来た時は。で一番最初もあんまりバランスが良くなくて、師団の能力だったり、このダッシュですね、無限じゃなかったんですけど無限ダッシュに変わったりと、非常に大きめのあっつー、すでにね、ヤバめの匂いするんだけど大丈夫かなこれ、ロクシーでいくか。でこのゲームまでエイム中の感度の設定がないんですよね。なんか勝ったわ、ドラゴンブレス、あれシコシコ、あれかシコシコやるやつか、あれ懐かしくない、このマシンピストル、これのデュアル猛威振るったよね、 e スポーツで覚えてる俺、グリースガンだ、これグリースガンでしょ、体弱いの。 PPSH はどこじゃ。ただこのワールドウォー2までねえわ PPSH、 ごめんなみんな見たかったやろ PPSH 持ってねえからこれにするわ。あれ何だったっけ、スペクターだよね、スペクトラー。ついにこの前まで非常に COD はヤバくてって言ったらあれだけど、あの近代戦、近未来戦、近代戦じゃない、近未来戦でむずエイム、ずっとジャンプしてました、 BO3 AW とか IW とかそんな感じでずっとジャンプしてたんで、急に第二次世界大戦、急に地面で戦うってことで非常に評価は高かったんですけど、まあどんどんっていう M1928 これあれだよね、あれトンプソン多分違うかな、違うな、うわ俺これ走りながら撃てるやつじゃん、
俺結構陰キャ装備作ってんな。これ走りながら撃てるやつ。あ、過激化ついてる。この過激化がおもろいんよね。確か過激化ってあのキルしたらリロード終わるやつじゃなかったっけ。なんかそういうパークが追加されたんよね。てかパークがなくて今考えたらだいぶ変なゲームだね、ワールドウォー2。ほっ、わ、だいぶナッツ。ここだけ欲しかったやつだな。このダイブ懐くない？ BO2 ぐらいと変わんないダイブだよね、これ。わざと復活させたんだろうな。なんで4人もよってこんなクソマップやらされてんだろうね。ロンドンドックスがやりたかったんだけどね。あっぶねー。弾たまるやつじゃねえのこれ。過激化ってあれじゃなかったっけ、三角押したら。違うわ、もう何にも覚えてねえ。モダンってこっから装備変えれるじゃん。ガムシュー使うか、スナイパーで。こっから変えれたじゃんクラス。変えれないのなんかめっちゃ不便に感じちゃう。バカにしているけどやっぱモダンすごいね。だいぶ近代化したと思う。うわ、1903ですよ。カーじゃなくてカーが使いたかったのに。なんか変な装備ばっか持ってんの。これなんだこれ、これ何？なんかすっげえ俺めっちゃ強くなった。弱っ。これ何？ちょっと待って、これ何？カタリスト？これ全然わかんない。なんも覚えとらん。ちなみにこの、あのタクティカルナイフ出すのめっちゃめんどくさかった覚えある。なんか師団があったんよね、パークとかじゃなくて。でも師団山岳とかにしないとスナイパーめっちゃ難しいとかあんのよ確か。うっそマジでお前一生時代起きやがったよ。え、リーエンフィールド。リーエンフィールドいいっすか。カタリストいきます。この間多分強い。え、リーエンクソなんだよな。でもこれ胸上じゃなかったっけ、一撃範囲。俺馬、え、今の馬あがんな。でも全然慣れへんわ、ここま、あれ、ま、今までのあれと違って。でも俺このラストツァーリってやつめっちゃ組んでるから、多分ラストツァーリってやつめっちゃ強いんやな。ラストツァーリ使います。 STG44 とかだったよね、みんな使ってんの。途中からイトラとか、何、4点バースト追加されてめちゃめちゃパワーバランス変わった気がする。弱っ、弱いというかむずい。これシモノフ1936だ。これ全然強くないわ。あのアイアンサイトクソみたいに見にくいアサルトライフル覚えてる、これだわ。なんか蓋みたいなついてるな。蓋というかなんか板に穴開けましたみたいな、アイアンサイトゴミなやつ。これだわ。相当スコア悪い。やっぱ変なゲームだわワールドウォー2。こちらが優位だ。難しい。なんか地味とかそういうレベルじゃないね。武器が古すぎて戦いにくい。まあワールドウォー2っぽくていいんだけど。ない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 、そんな壁に固定とかない。壁に固定しようとしちゃった。こっから先上がる。おら、粘着爆弾なんだ今投げたの。俺何使ってんだ。よし、スライティングないの新鮮だね。もはやこう飛び出し、みんなスライティングとかジャンプでやるじゃん。この時代ってもうこれが最強だよ。航空機を起動させろ。こんな BGM やったっけ、いつもオフだかわかんない。なんかこう流行んなかったこういう動き。覚えてない、こういうこういうの強くなかったっけ。なんかナイフダイビングみたいな、これ隙がないみたいな、なかったっけ。ほら普通こうでしょ、これをこうやるとこうなんよ。覚えてるわ俺。むっちゃやってた。まあ、つまんねえショットが俺7キル17ですなんだけど。下手くそすぎ、笑ったこのゲーム。俺これ6周目だね、プレステージ6周目の30レベルだって。すっごい、882レベルとか
え、お前2年前のゲームで一生それやってんの、お前ちょいなんでお前やばいな。ちょっと PPSH 組んでもう一回やってみよう。ナッツー、このドロップ当たるやつこれあったな一人当たるやつ懐かしすぎだろひでえ KD0.4。 ちょっと待って、今作るから。歩兵でいいんだよこれは。イトラバースト、う、国民突撃銃国民突撃銃いいっすか。夏いな、国民突撃銃もサイトとかも1個しかないからね。なめんなよマジでよし、でこっちを PPSH に変えよう。 MP40 かー、いやでもなんかあれだね、増えてんな武器。間に合った、あ、間に合ってる、間に合ってる、大丈夫大丈夫大丈夫、もういいいい、何もつけなくてもいい。たぶんちょっと待って、まだアドバンスドライブル、よし、オッケー、間に合った。夏でもあれだね、やっぱ武器がさ、その MP40 とか PPSH、STG とかもそうだけど、カーとかカー 98K とか、なんか刺さるよね。え、これなんだっけ、サンマリエデュモンだよこれ名前。覚えてんだな。サンマリエデュモンじゃん。では PPSH ドラムマガジンで来ちゃった俺。国民突撃銃いい。ひどいリフレックスマジだ。リフレックスサイトが本当にひどい。よろしくねみんな。お前もう頭大丈夫？頭大丈夫？すっげえ煽りみたいになっちまったな俺な。地雷置いてるよ。ここね、1歩目だよね、ここ。ここ。覚えてる。ここ、e スポマップだからね。アーヘンとかよくそっと違って。うえ。強っ！国民突撃銃。ドドペルルじゃん、これ。ドドペルル。ほらよ。ドドペルルで敵死ぬんやけど。むっちゃ強っすやん、これ。ドドペルル。あ、え？あいつドドペルル死なかったの？ナイス。一回利用しよう。これクソ強い。いやーうまっ。ちょっともういいわ、 PPS 使おう。やっぱこれだね。あはは、ナッツこれやばい、これやばくない、これやばいわ。この音、この音1年間聞き続けた大会で。ヒット音とかもなんか渋くていいんだよ。渋いなこのゲーム。レストランにいるぞ。結局渋いわ。もう左右のステップが大事よ。あ、バー落ちてんだけどバー懐くねえ、バーなんか強すぎてダメだった気がする、使うの。バーとあとなんだっけ、 ST じゃなくて N なんたらみたいなのあったよね。標準仕様みたいなのないかな。おるぞあ、 M2 カービン、あ、出た、これこれね、これだよこれ。三角放射、武器変わる放浪車、これやってみるか。いろんな武器出てくれるしな、振り返りにはちょうどいいやろ。ただちょっと PPSH 気持ちよすぎて一生使いたいんやけど俺。いや、いいわ、慣れてきた動きに。やっぱ2試合やると勘が戻ってくる。うい、うわー、後ろにナイプ、銃剣あったな。銃剣突撃みたいなのあったよね。プッシュダガー、試作自動短銃、え、何これ。え、もう知らない武器出てきた。もういらないわこれ。スティンガー、あ、これライトマシンガン、やばすぎだろこれ。何これ、アサルト、面白いこれ。これは1903、これね、スナイパー、アイアンサイド、おのシャベルM38、 いやー出たこれレンズスコープだったっけこれ。夏、これも結構使いやすいな。次は何が出る、オルソあったね、覚えてないけど。1928、オーステン、いやこんなんあったっけ。
あったっけ？あったな。スレッジハンマー EMP35 知らねえ。出た F14-2 F14-2 だ。サマシンガンではない。ウィンレッドがいきなり持ちそう。いない？いないか。これがなぜか強かったの。今なんで強いのかわかんないけど1911。うわぁ、なんだこいつ。ハンドラッツ。やばいって、動き。ダイビングしながら撃ってきたんだけど。 MG42 M2 カービンあったね、これね。これはね、もう前段撃ち切るやつだっけ。もう違うな、 M1 じゃないもん、ね、撃ち切っても何も言わんか、これ。何も言わん、クソやな、これ。 NZ41 知らんて、なんなんこの銃。こんなんあったっけ。自動ライフル、あったね。自動小銃ね。自動ライフルか。1941リバーロイズ。知らん武器ばっかやねんけど。でもこのパーククソおもろいわ。いっぱい見れるやん。 VMG。 次はスターリン。弱っ。何、発射を速くする、遅くする、敵の偵察機を加速。これ何の機能これ。早くていいやん。遅くする意味あんのこれ。威力上がんのか、遅くしたら。こんな切り替えれる銃とかあったんだ。敵の偵察機を加速。弱そんで。あ、リーエンフィールド行って。戦闘機乗り、波の戦闘機乗り。ちなみにね、言い忘れてたけどクロスボウあるんだ。言い忘れてたけど e スポーツ日本で本格化したのがもう、これ何。なめてる。むっちゃ使いづれ。 PPSS 来た。だからこの間に勝たなきゃ。 PPSS 中にくっそ、てめえマジで、あの空中ばらまきじじい、クソがよ。 M1 ガーランド来た。これ8発撃つだけ。この音聞くためだけの銃なんで、もう出番終わり。 M267 なんだ、本当に知らない銃ばっかりだな。マジで知らないぞ俺この銃。次は P08 デュアル。ああ、これドイツのやつだね。敵の偵察機を加速。野球バット五式自動小銃カスタム。何これ、セミオート。なんかこっちいるって、怖っ。何これ。出た、このフラッシュ。フラッシュグレネードないんだ。そうだ、フラッシュなくてこれ、これしかないね。これ見たやつ目がくらむ。ついな、そんなシステムやったな。ラッパ銃出たね。焼夷弾いこう。ちょっと待って、お前入れさせえ。ラッパ銃のブリスカビア知らんて。ほんまに知らん銃しか。もしんながん、いいね。下平平でおなじみ。敵強そんで。リエン出たわ、このスコープ。ゴミよなーこれ。うわー。はい、終わんねえかな。もうええわ、終わった。このゲームはマジ二度とやんねえ。このゲームは進めません。いや、今だったら安かったらワールドウォー2買っていいかも。思いません、全然やらなくていい。このゲームはもう終わり。埋葬します、今から。墓に埋めます。ありがとうございました。消そう。